い、ということでこのコーデのテーマは初めてのカレピとデートです。ちょっとね、気合を入れすぎないちょっと大人っぽめなコーデを組んでみました。どうですか？はい、ということで今回の私のコーデのテーマは韓国ギャルの放課後コーデです。じゃーん、ギャンちょっとね、ジャージ、このジャージが、学校のジャージ風みたいな感じの、放課後にちょっと友達とプリ行こうっていう時にとってもいいかなって思います。ちょっと韓国ギャルで次今回のテーマはですね、韓国ストリート系女子でございます。めっちゃシンプルちょっとね、このパーの帽子がね、とっても可愛いですね。私も最近帽子ハマってるんですよめっちゃ可愛いです。はい、ということで今回のテーマは3年目のカレピと映画館に行くというコーデとなっております。こちらのコーデもですね、ちょっとラフな感じでダボダボっていう感じのコーデになっていて、付き合って3年目のカレピなのでちょっとね、ゆったりとしたお姉さんというか、ちょっと一歩成長した感じのコーデになっております、はい、はい、ということで以上、デールのルックブックでした。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。バイバーイ。